親愛なるワオナーの皆さん、そして、この動画を見に来てくださった視聴者の皆さん、おはこんばんにちはオン、霊夢です。マリサなんだぜ。ユミコよ、ヨウムです。しっちゃんです。前回のアプデからマッチ選択画面で、クリエイティブマップを選べるようになったわよね。あの期間限定で入れ替わっていくやつか。そうそう、あれが今かくれんぼマップに変わってて、これがめちゃくちゃ面白かったのよ。基本的に通常マッチと同じように不特定の人とマッチングするんだけど、カスタムマッチとして知り合いだけでやることもできるし、今後いろんなマップが来たら楽しみの幅が広がるんじゃないかしら。ということで今回は、期間限定で来ているクリエイティブのかくれんぼマップ、これをプレイしていくわよ。この動画が面白いと思ってもらえたら、チャンネル登録、高評価、クリエイターサポートをしてもらえると嬉しいわ。和音の動画を見てくれている人のほとんどが未登録なので、チャンネル登録をして応援してくれると嬉しいです。さあ、それじゃあ早速やっていこうか。今回はワオナーさんを集めて、全部で16人でやっているんだけど、偶然にもシップちゃんが鬼になったわね。よし、全員シップが捕まえてやるんだから。あ、いきなりリンゴさんがいたわ。あ、やばい、いきなり見つかってしもた。しかしここからは今逃げ足の速さを見せつけたんで。え、ずるい、見つかったんだから捕まりなさい。いやいや、何言っとるんや、お嬢さん。これ隠れ鬼やろ。逃げ切れば捕まったこともはならへん。え、隠れ鬼？そう、実はこのマップは単なる隠れんぼマップじゃなくて、見つかっても逃げればいいという鬼ごっこ要素もあり、さらに捕まったらそこで終了ではなく、捕まった人も鬼となって一緒に隠れている人を探すという、隠れ鬼ごっこのマップなのよ。へぇ、そんな遊びがあるんだな。隠れ鬼にも種類があって、捕まったら鬼が交代するようなルールのものもあるみたいね。このマップは鬼が増えていくタイプですね。となると隠れる側はどんどん苦しくなる感じだな。だから隠れんぼマップにしては、ゲーム時間が6分半と短めに設定されていて、やってみたけど結構いいバランスなんじゃないかしら。いや、リンゴさん逃げるの上手すぎるんですけど。早速シップちゃんのクソエイムが炸裂しているわね。だって足が速くなっている上に、圧巻で倒さないといけないだなんて、これめちゃくちゃ難しいんですけど、しかも噴水は初の歯で高くジャンプしてくるし、めちゃくちゃ当てにくいわ。はあ、やっと一人捕まえた。リンゴさんを捕まえるだけでかなりの時間を使ってしまったな。シップちゃん残念なお知らせがあるわ。あと14人隠れています。いやー、あれ？なんかナッスルちゃんが出てきてるわよ。しまった、足音にビビって出てきてしまったが、まだ見つかってなかったのか。我が輩の瞬発力をやめてもらっては困るのな。二人が投げる圧巻なんて軽々避けてみせるのな。ほらほらどうした、そんなエイムでは我が輩を捕まえることなんてできないの。ナッスルってほどにもないわね。よし、このまま一気に全員殴り出してやる。スタート地点付近にはもういないみたいね。次はこの家の中を探してみようかな。ん？なんか上から足音がするわね。2階に誰かいるみたい。そっちや、お嬢ちゃん、ブルータスの奴が逃げおった。見つかってしまったか。しかしわしもエリアボスの端くれ、お主たちが投げる圧巻ごとき、軽々と避け切ってみせる。いや、なんか見つかる人みんな妙に強気ですね。みんなこの隠れ鬼を全力で楽しんでいるみたいね。うわ、びっくりした。何よ、急に目の前に出てこないでよ。くそ、動揺して当てられなかった。こらー、待ちなさい。ははは、相変わらずのクソエイムだもん。仕方ない、少し止まってやるか。はははは、これでも捕まえられないのか。言うぞ、久しぶりに言うぞ、威嚇射撃か。うわー、シップちゃん完全におちょくられてるわね。はぁ、やっと捕まえられた。手なんだてねー。いや、なんか威嚇射撃が揺れるっていうから、見に来たら。いや、別府何がしたかったのよ。隠れるのに飽きたのかもしれないな。おい、シルバーサーファーを見つけたぞ。あ、ほんとね、よし、今行くわ。ちょっと待ってて。なんか右の物資から違和感。この辺今落としなかった。でもパッと見はいなさ、きたートミーさん、まだミシップを探していたのかしら。ミシップへの執念が凄まじいですね。なんか至る所で錆びた缶の音がしてるわね。だいぶ鬼も増えてきただろうから、隠れる側はここからが正念場だよな。あと3分あるし、どっちが勝つか勝負の時間帯ね。外は結構音がしてるから、シップは2階を探してみようっと。でもこの家ものすごい豪邸よね。シップも将来こんな家に住んでみたいわ。でも2階はあんまり隠れる場所ないのかな。ここも壁があるだけで、なんか今壁の中入れたんだけど、あ、きっと、こらー、待てー。なやばいな、見つかったのな。まさか可愛い子猫を追いかけ回したりしないよね。許せ子猫よ、ゲームに大人も子猫もないんだよ。逃げるものはただ追われるのに。子猫に悲しい現実を突きつけるシップちゃん。他の鬼がちょこちょこ捕まえてるみたいだけど、あんまり見つけられないわね。結構いい隠れスポットがあるみたいなんですよね。おい、見つけたぞ、ドラムガンだ。トミーさんも鬼シップのこと考えすぎて、人のことミシップ名で呼んでるじゃない。くそ、見つかってしまったか。なんだこのおじさん、目が怖い、目が牙知ってる。あー、よしよし、隠れてる人かなり減ってきたわよね。このまま一気に全員を捕まえてやるわ。しかもいるっぽいんだけど、なかなか見つからないわね。どこかに秘密の隠れ場所でもあるのかしら。わからない。あれ、ここなんか怪しいわね。あれ、ブルータスさん、こんなところで何をしてるの。いや、何をしてるのって、隠れているやつを探していただけなんだが。ってかわしに缶投げつけるのやめてもろて。あ、こんなところにも隠れ場所があったんだ。ブルータスさんはここを探していたのね。やっぱり地下にはいなかったか。残りの人どこに隠れてるの。あ、スカイちゃん、やばい、見つけ
いやこの辺めちゃくちゃ人がいるから、もう誰が鬼で誰が逃げてるのかさっぱりわからないわね。あ、あなたは鬼なのね。いや人多すぎ、誰が隠れてるの。そういえばまだドクターブームを見てない気がするな。あの椅子大好きおじさん、一体どこにいるのよ。どこかで椅子をめでてるのかしら。やばい残り20秒しかない。早く見つけないと。どうやらかなり慌てておるようだな。まさかこんなスタート地点のすぐ近くに隠れているとは思うまい。これぞ東大元暮らし。我がシンボルカラー、緑色との親和性も相まって、誰も見つけることができなんだか。鬼よ、残念だったな。このゲーム、わしの勝ちだ。くそー。よし、それじゃあ今度はシックが隠れる番ね。絶対に隠れきってやるんだから。さあみんな一斉に隠れ場所を探し始めたわね。さっき見た感じだと結構いい感じの隠れスポットがたくさんありそうだよな。みんなどこに隠れるのかな。そしてシックちゃんはどこに隠れるんですかね。うん、どこに隠れるのがいいんだろ。あ、そっちはティナさんがいるのね。やっぱり家の中がいいのかな。でも家の中だと見つかったら最後なかなか逃げることが難しいわよね。やっぱり周りの状況がわかりやすい外に隠れる方がいいのかな。でもこの辺に隠れスポットある。やばいわね。そろそろ鬼が探し始める時間だわ。どこかに隠れないと。あ、もう時間だ。しょうがない、この草むらに隠れるしかない。まあここなら周りの状況もよくわかるし、移動しようと思えばできるもんね。あれ、エナさん、まだ隠れ場所決めてないのかな。あ、こっちに来る。いや来ない。すぐ横の草むらに隠れることにしたのかな。あれ、なんだい、あんたもここに隠れてるのかい。ふーん、そうかいそうかい。それじゃああたいは違うとこに隠れさせてもらうよ。ふーん、シックちゃんは草むらと。まずいわこれ、エナさんに隠れ場所がバレちゃった。もしシックよりも先にエナさんが捕まった場合、隠れ場所を変えないとまずいわね。あー、え、今の声はもしかしてティナさんが捕まったの。これはまずい、ちょっと場所を移動しないと。でもさすがに大胆に動くのはリスキーすぎるわ。この辺の隅っこで様子を見ようかな。いや Z プール、あれ何やってんのよ。鬼が目の前を思いっきり通り過ぎたじゃない。なんであれで気づかれないの。やば、ティナさんがこっち来た。やっぱり隠れ場所バレてるから探しに来るわよね。でも残念だったわね、シックはそっちにはいないのよ。あれ、お嬢ちゃんどこ行った。ち、隠れ場所を変えたのかい。面白いじゃないか。絶対にあたいが見つけ出してやる。あ、また鬼が Z プールの近くを探してる。これはさすがに見つかったわね。さようならデッドプール。仕方ないわよね、だって隠れてないんだもん。え、マジ見つかってないの。いや、なんでそれで見つからないのよ。おかしすぎるじゃない。いや、なんか足音が近づいてくる。私はフルート。あ、やっぱりまだ草むらに隠れてたのかい。うわ、見つかった。くそ、こうなったらとことん逃げてやる。やばい、リンゴさんも来た。これはまずい。私はフルート。いやちょろいもんだぜ。この完全に船の一部となりきっている俺ちゃんの隠密スキルの高さ。誰も俺ちゃんがここにいるとは気づかないようだな。ふふふ、愚かな鬼どもめが。捕まえられるもんなら捕まえてみるんだな。何が隠密スキルよ。さっきからバレバレなんだから。それ。あはっはっは、甘いは甘すぎるわよ。さあそれじゃあシックちゃんたちが隠れ鬼を楽しんでいる間に、前回の動画のコメント返信に行きましょうか。いつもたくさんのコメントありがとうございます。前回は皆さんの夢中になっていることについて質問したんですよね。それじゃあちょっと見ていこうかな。介護士になるための勉強です。これは素晴らしいわね。この方が何歳かはわからないけど、将来なりたいことが定まっていて、そのために夢中になって勉強することができる。これは本当にすごいことだと思うわ。将来の夢も何もなく、なんとなく大人になってしまったわ。恩にとって目標を見つけている人は本当に眩しいですね。絵を描くことだそうです。これもいいのよね。好きこそものの上手なれっていう言葉があるけど、好きなことを夢中になって一生懸命やってると上達も早くて、上達するともっと楽しくなって、どん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 上手に楽しくなっていくのよね。私たちを生み出してくれたイラストレーターの方もそうですが、好きを極めると将来それを職業にすることだってできる。好きという力は本当に大きいんですよね。皆さんも好きなことにはほんと全力で取り組んでほしいわね。和音の動画にハマってくれてるようです。めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。結構こういうコメントもいただきましたね。本当にありがたいわね。これからも頑張って動画を出していくのでよろしくお願いします。Apex にハマっているみたいですね。Apex 楽しいもんね。フォートナイトも最近マッチで出会う敵さんみんな強いのよね。その人たちもハマって一生懸命練習したんでしょうね。和音も少しは昔よりも上達したとは思うんだけど、視聴者の皆さんはどうかしら。フォートナイトを始めた頃に比べて結構上手くなりましたか。小説を書くことに夢中です。和音もオリジナルストーリーで全編茶番を作ったりするんだけど、ストーリーを考えるのってものすごく大変なのよね。小説を書くって本当にすごいことだと思うのよ。ぜひ頑張って素晴らしい物語を作ってほしいですね。恋愛に夢中なんだそうですよ。これは最高ね。好きな人がいると人生に花が咲いたようになって、本当に毎日が楽しいのよね。当然報われないこともありますが、それもいい経験、思い出に変わりますもんね。クロンさんの恋愛が報われますように。今回のコメント返信はこれで終わりです。たくさんのコメントありがとうございました。これ以外にも皆さんのレベルなんかも聞いたりしたんだけど、レベルが高い人が多くてめちゃくちゃびっくりしたわ。和音も頑張らないといけませんね。前回の動画で和音の好きな言葉を紹介したんだけど、今回は皆さんの好きな言葉を教えてください。別に名言のようなものじゃなくても、好きな漫画やアニメのセリフなんかでも構いません。たくさんのコメント待ってるわね。いや
やこのマップ本当に楽しいわ。時間を忘れて何回もやっちゃったわね。簡単にマッチングできるし、錆びた感のエイムは多少必要だが、そこまでプレイスキルには影響されないから、みんなも気軽に遊んでみてほしいんだぜ。この動画の編集段階ではまだマッチ選択に残っているから、この動画を見た後でもまだ間に合うと思うのよね。そのうち違うマップに変わってしまうとは思いますが、またこんな感じで気軽に楽しめるマップが出てきてくれると嬉しいですよね。しっちゃんはというと最高の隠れ場所を見つけたみたいね。ここめちゃくちゃいい隠れ場所だわ。近くで足音はたくさん聞こえるんだけど、誰もこの場所を見つけられないの。こんな感じで秘密の隠れスポットがたくさんあるから、ぜひたくさん遊んでいろいろ探してみてね。今回は自動マッチングだからマップコードは必要ないんだが、もし消えてしまった後や知り合いだけで遊びたい場合は概要欄にマップコードを貼っておくから、そっちから遊んでみてほしいのぜ。もしかしたらこの自動マッチングでのゲーム内容とはちょっと変わってる可能性もあるけどね。この動画が面白いと思ってもらえたら結構評価していってね。チャンネル登録やクリエイターサポートもお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。今回はこの辺で失礼します。また来てくれよな。